1993年のドイツツーリングカー選手権はドイツツーリングカー選手権の10回目のシーズンである。FIA のクラス1ツーリングカー規定で実施された初のシーズンであり、エンジンは6気筒2.5リッターに制限されたが、それ以外はシャシー、空力とともに変更が許可された。アルファロメオカル、イタリア人ドライバーのニコラ・ラリーニが AMG メルセデスのローランド・アッシュ。 ベルントシュナイダーを抑えて、タイトルを獲得した。ニコラ・ラリーニンが1993年にドライブした、アルファ・ロメオ155ノンタイトル戦ポイントシステム、1位、イコール20、2位、イコール15、3位、イコール12、4位、イコール10、5位、イコール8、6位、イコール6、7位、イコール4、8位、イコール3、9位、イコール2、10位、 イコール1予選順位は両をレースに適用。ノンタイトル戦のみ、参加のため選手権ランキングでは順位なし。ノンタイトル戦。メルセデスベンツ 190E、C1993 年の DTM に、メルセデスは AMG から4台、ザックスピードから2台のクラス1仕様の 190E をエントリーさせた。またザクスピードが、メルセデスジュニアチームの実務を担当し、 1992年までの DTM 仕様の 190E2.5 から16エボリューション2を2台走らせた。メルセデスはクラス1仕様の C クラスが間に合わず前年まで使用していた 190E2.5 から16エボリューション2をクラス1仕様に仕立て直した 190E、C1 で1993年シーズンを戦うことになった。クラス1仕様 V6 エンジン搭載の 155V6Ti に対して次期4エンジンのままの 190E-C1 で戦うメルセデス勢は劣勢を強いられた。ドライバーたちのアルファロメオ勢へのラフなドライビングも目立ち、メルセデスのマネージャーのノルベルト・ハウグは第6戦のリスリンクでの記者会見でアルファロメオに対して謝罪した。メルセデスはシーズン通算で発祥を挙げたもののドライバー、 メイクスの両タイトルを1年で失った。1993年の DTM に、アルファロミオは、アルファコルセ、シューベルエンジニアリングの2チームから4台の 155V6Ti をエントリーさせた。クラス1仕様として、開発、製作された V6 エンジン搭載の 155V6Ti は、直温エンジンのままのメルセデス 190E。 C1 に対して競争力で優位に立ち、参戦初年度にしてドライバー、メイクスの両タイトルの獲得に成功した。ニコラ・ラリーには開幕戦のゾルダー、第5戦ニュルブルクリンク、第6戦のリスリンクでの連勝を含む10勝を挙げてドライバータイトルを獲得した。オペルカリブラクラス1仕様のカリブラの開発のために1992年の DTM を欠場していたオペルが最終戦、ホッケンハイムで復帰した。ヨーストレーシングがチーム運営を担当した。1993年の DTM に BMW は新型の AM3 のクラス1仕様で参戦する計画を立てていた。しかし、ONS との間でホモロゲーションに関して意見の相違があり、1992年シーズン終了後 DTM からの 撤退を決定し、1993年の DTM にワークスチーム、マシンは出場しなかった。第6戦、ノリスリンクからリンダが E36M3 のクラス1カーをアルミンハーネのドライブでエントリーさせるようになった。リンダによる E36M3 の活動はワークスの先行開発の一環と推測されていた。しかし、エンジンは 直四エンジンのままで競争力は十分なものとは言えなかった。1993年の DTM はクラス1マシンとクラス2マシンの混雑で行われた。しかし、クラス2のエントリーはアルファロメオ155とオペルアストラの2車種、計4台のみと少なく、クラス不成立に終わった。1992年まではスパ24時間やマカオギアレースなどに、 DTM のワークスチームが出場し活躍していたが、1993年には DTM のワークスチームによる海外レースへの参戦は行われなかった。ただ、プライベーターによって1992年までの DTM 仕様の BMW M3 がニュルブルクリンク24時間レースやマカオギアレースに出場し、ギアレースで地元のドライバー、チャールズ・カーンのドライブで優勝している。 1993年のインターテックに DTM のチームをエントリーさせる計画が主催者のビシックによって進められた。メルセデス、アルファロメオ、オペルの各チームと交渉を行い、JAF も25秒間のピストップ2回を条件に DTM マシンの参加を認めることになった。その後、10月13日に行われた発表会でメルセデス、 a m g から2台の190位、e、の出場が明らかにされた。しかし、翌14日 AMG から参加取り消しの連絡があり、メルセデス、AAMG のインターテック参戦は実現せずに終わった。ありがとうございます。